きゃいけないデッドファイナーがやったんじゃない。危ないな。これ分かんない。あ、そもそも、オスとフェイスは戦わないから、そのゲソクの、分かんないが。疲れるんだ。俺も疲れてるからね。あ、でも。もう驚くよね。救助行かないってことだね、これ。行かないんだ。回して。あ、終わっていったらね、もう。電気しか回さないやつ。もう状況判断。我慢したね。俺も、いや、俺だったら抜けるけどね、俺。こんなチームと言いながら。あきれ返って俺だったら抜けるけどね。あきれ返るけどね。
そうでしょ？来ないとまずいよ。どうする？加藤さん、トイレのまま足だと思う。あ、まあ行ってもいいな。パパな。あ、しか回ってんのかよ。どこいらない。最近まで時間かけて、多分小屋の地下だから、最近大変だからもうしょうがないから待ってもらって、発電機回そう。3人いる状態がいい。無事も無理しないで。手を開けて逃げて。パスタに。勝つためにこれしかもうないからね。救助のことも考えて、救助よりも遠いところ、小屋よりも遠いところになるべく逃げる。まあ当たり前のことがチームプレーだよ。5代目を回さないで仕切るわけにいかねえんだわ。一番のエース、まあその犠牲となってしまうからね。こいつボットだし、とかしてるし、ね、ボット、シェリルボットだわ。もっとだ。これで分かるかな。どこよ。これがヒエロちゃん、デッドバイのエース、スーパーエース。一回でアーカイブ終了。これがヒエロちゃん、デッドバイのエース。5代目を発電機を回すチームプレイ。ベリルのやつはいつあれかもしれないけど、発電機を回すしかねえだろ、あの盤面。回してから救助だろ。回して救助、そのために、シェリルのために俺がちゃんと小屋よりも遠い位置でやられるっていう、重要な任務をこなしただろ。何をボット化する必要があんの？ちゃんと考えろ。救助を見捨てる方が正しいだろ、まず。ただ、ノラモブだったらやばいけど、やばいチェイスすると思うけど、俺だったら、俺だからもう、ちゃんと救助ができるような体制取ってるよ。
ああ。やられても別にっていう位置でやられてはみてるけどね。うん。危なかった。はい。